今日はお休み、家族でお出かけ楽しみ。ママママママ大根、どうした大根、大根、大根。大根大丈夫？大丈夫よ。ちょっと疲れが溜まってちょっと倒れちゃったみたい。ママ大丈夫？大丈夫？うん、うん、じゃあちょっとトイレ行ってくるわ俺。あ、僕も行く。行く？うん、行くか。行ってらっしゃい。あのクソはざまねえな。いつも僕のこといじめてるからこうなるんだよ。弱ってる今がチャンスだな。よっしゃ行こうぜ。復讐してやろうぜ。あー、すっきりした。よいしょ。ちょっとなんか私もうんちしたくなっちゃったからさ、どっかこの袋で受け止めて。やだよ。お願い、だってケンタでいいから。やだやだ、パパがやってよ。お願い、お願い、パパがやってよ。あ、モルちゃん、モルちゃん。モルちゃんたちだ。どうしてくれんのよ。だってママのうんこ臭すぎて受け止めきれないよ。騒がないの、そんなに。あ、そうだ、大根お腹空いてると思ってコンビニでご飯買ってきたんだ。え、本当嬉しい。あ、でも大根って病院のご飯しか食べれないのか。いや、そんなことないわよ。え、ダメダメ、だって体に悪いから。え、そんなことないって。いや、僕たちだけで食べよっか。そうだね。うめえ、美味しい。うまっ。うん、うわぁ、もう大子は病院のまずいご飯でも食べてな。あぁ、おいしい。うめぇ。何や、あんたたち、私が食べれないのをいいことに調子取るな。うるさい、ここ病院だから静かにしろって言ってた。二人ともうるさい、迷惑だよ。あ、ちょっと点滴なくなってきたみたいね。新しいのに変えてもらわなきゃ。お、僕に任せろ。あ、なにこれ、体がシワシワする。あー、痛いね。あんた何入れたのよ。コーラだよ、そっちの方が栄養あると思ってさ。コーラ、コーラだけに、コーラ。病院だから。ちょっと本当に静かにして。痛い、すごい痛い。てか大根なんか臭いよ。うん、確かに。いや、病院なんだからお風呂入れないんだから仕方ないじゃない。ちょっとケンタ、私の体拭きなさい。やだよ。いいから拭きなさい。ちょっとやめて。ほら、やめて、拭きなさい。やめっつってんだろ。これでもかぶってけ。楽しい歌、悲しい歌。いいな。いいの、うん、じゃあプライベートでやってあげようか、ケータ。冷たい。かかったんだから。なんで知らねえ。ケータは俺無傷。あ、これちょっと水もいっぱい汲んできてやる。なんでサンバー。